ラムちゃん大丈夫？リンゴ吸ってきたよ。食べられそう？じゃあお母さんが食べさせてあげるからね。温かいお粥の味、茶色いのに甘くて優しい味のリンゴ、それから優しいお母さん。私は熱にうなされながら思っていたの。お母さんがいつもこんなに優しかったらいいのにって。ヒロヒロ探偵団。下がったね。学校行けるでしょ？うん。いつものお母さんに戻っちゃった。私が体調を崩した時のお母さんが私は大好きだった。それ以外のお母さんも嫌いじゃない。だけどいつももっと褒めてほしい、もっと見てほしい、もっと抱きしめてほしい、そう思っていた。どうしてこんなに寂しいのか、小さい体と未熟な脳みそでは考えてもわからなかった。ただお母さんはいつも怒ってた。だからヒロミの教育はお前に全部任せてるんだから俺に意見聞くなよ。でも二人の子供なのよ。一緒に相談して決めたいこともあるのよ。俺は疲れてんだよ。早く飯を出せ。飯を。お父さんとお母さんはいつも喧嘩ばかりだった。お母さん見て、100点取ったの。そう、よかったね。お父さんが仕事でいない時も疲れているのかため息ばかり。だから母にため息をつかせているのは自分の存在が原因なんじゃないかと思えてくる。みんな私の存在を煙たがる。ヒロミって調子乗ってない？わかる。勉強できるからってうちらのこと見下してるから全然喋んないんじゃない？例えばクラスメイトとか、私を存在しちゃいけないものを見るような目で見てくる。そして仲間外れにされている私を見る先生の視線も同じ。私は存在してはいけないんだ、そう悟った。そして同じように私を見るお母さんの視線で、それは確信に変わった。ほら、どうして病気になった時だけそんなに優しいの？幼いながらに疑問を持ちながらも、私はたびたび仮病を使うようになった。でも所詮は幼い子供の仮病。熱がないと母は看病してくれなかった。そしてその思い出は大人になった今も私の人間性の根っこを侵食している。さてどうなるかな。よし、これで OK。 尿検査の結果なんですが、尿に血液が混じっていました。つまり血尿なんですが、深刻な病気の可能性があるので詳しく検査しましょうか。深刻な病気って例えば何なんでしょうか？膀胱炎の可能性もありますが、尿路結石や悪性腫瘍の場合もあるので慎重に検査していきましょう。そうですか、よろしくお願いします。うん。検査に行ったら悪性腫瘍の可能性を指摘されました。しばらく検査です。何もありませんように。え、ひろみちゃん大丈夫？何事もありませんように。何かあったら言ってね。いつでも相談に乗るよ。これです。みんな心配してくれる。嬉しい。私は胸の内側が異常に暖かくなるのを感じながら続けて会社に連絡をする。あ、もしもし、お疲れ様です。橋本ひろみです。すいません、実は体調不良で病院にいたところ、悪性腫瘍の可能性を指摘されまして。え、大丈夫なんですか？有給の申請がしたいので一度部長に代わってもらえますか？もしもし、橋本さん、大丈夫なの？悪性腫瘍って癌のことじゃないの？部長慌ててる。はい、私もすごく不安なんですけど、しばらく検査みたいなので1週間ほど有給をいただいてもよろしいでしょうか？この間骨折したばかりなのに災難だね。検査入院ってことだよね。よかったらお見舞い行くよ。いいえ、部長いつもお忙しいですし、骨折の件でもご迷惑をおかけしてるので、また何か分かったら連絡させていただきます。よかった、本当お大事にね。みんなが私を心配して見てくれてる。あー、いっそずっと病気で痛い。もう分かっているだろうが、私は嘘をついている。はあ、私は幸せ者だな。別に他人を欺きたい気持ちもないし、休みは保険金欲しさに嘘をついてるわけじゃない。私の望みはただ一つ、みんなに心配されたい、ただそれだけ。おー、よし、荷物もまとめたし病院に戻らなきゃ。周りが自分に注目してくれていると安心する。自分はいていいんだ、自分は周りから関心を持たれているんだって。嫌いなら心配なんてしないでしょ。人にされることで安心できる、そんな自分に特に疑問は抱いていなかった。だから友達や会社の人にもよく嘘のエピソードを話す。失神したエピソードを話したり、めまいや起こしているように振る舞うこともある。でもそれをいつもやってると嘘だと思われちゃうから、こうして検査の検体に血液を入れてみたり、階段からわざと落ちていい具合に腕を骨折したりする。体の痛みなんてどうでもいい、私はこうしないと生きていけないんだから。うまく自分の性質と一緒にここまで生きてきた。だけどそれはどうやらいつまでも続くわけじゃなかった。先生かな。さあ結果は。橋本ひろみさんで間違いないですね。僕、精神科の佐々木と申します。精神科？さらに詳しい検査が必要になるんじゃとワクワクしていたけど、その予想の斜め上の言葉が返ってきた。ひろみさん、検査は異常なしです。あれだけの血尿があって、 CT や MRI、 採血、膀胱鏡など色々と検査をして異常がないってのはね、おかしいんです。それってどういうことですか？もっと詳しく検査を。異常がないという言葉は私には酷だった。だって私の熱が下がった時のお母さんみたいに急に全てから見放されてしまいそうだったから。ひろみさん、ミュンヒハウゼン症候群というのをご存知ですか？
何ですかそれ。人から関心を持たれるために自傷したり病気を捏造したりするんです。尿検査の検体に血液を入れませんでしたか。そんなこと。僕は精神科医です。いろんな事情があっていろんな理由があるのを知っています。悪いことだとは言っていません。だから話してくれませんか。それは力になります。あなたはもっと幸せになれる。何もしなくても他人から関心を持たれる人間だって気づいてほしいんです。それから私はカウンセリングを繰り返すことになった。今のところ何も変わってない。それに何とか症候群って言われて入院することになりました。でも一生懸命治療します。早く元気な自分に戻りたい。これも一つの病気ならいい材料だしね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロ探偵団。